今日はね、この走るおもちゃで遊んでみよう。どうやって遊ぼうかね。これはね、終わった。これを巻くとね、SL マンが走り出すんだね。これは、このアンパンマン号は後ろにするだけで離すと、まっすぐ進むね。ドキンちゃんとコキンちゃんはぐっと前に押すとまっすぐ走るね。これでそうだね、みんなで一つずつ選んで、で何が一番速いか競争するのがいいのかな。よいしょ。どれが一番速いかね。SL マン、アンパンマンなのか。巻いて。おお。さあ、SL マンとアンパンマンを。どっちの方が早いかな。じゃあ行ってみようかな。あら、 SL マンがちょっと早いかな。じゃあ今度は SL マンとドキンちゃんの比べてみようかな。よっ、あれ、やっぱりドキンちゃんは強く押せばわーっと速くいくね。でも SL マンの方がずーっと走りそうだね。手を離してもどんどん前に進んでるね。でもドキンちゃんは手を離したら全然進まないね。やっぱりものによっていろいろとあるんだね。では今日はこういう乗り物おもちゃの遊び方を考えてみました。ご視聴ありがとうございました。